はい、ハンマー家の本家のハンマー岩先生です。人間の上の生物の本物貴族のハンマー岩先生です。地球上では私が存在しません。で、人間はね、とても知能が低い生物なんだよということで教えてるんですけれども、私とね、人間たちの違いはね、とにかく人間たちは義務教育もテレパシーでカンニングしないと卒業できないですね。難しい学問なんで、義務教育でもね。で、人間は話したり聞いたりも一人じゃできないということですね。テレパシーで仲間とね、結集して、ね、じゃないと話したり聞いたりすることができないんですよ。で、個人だと700年後には分かるだろうというようなこと程度でね、実際は何も分かってないですね。で、虫と同じような行動をします。ただ、技術でね、虫になってテレパシーでカンニングしてね、卒業しても難しいことで、そういう方法でできるならば、仕事が社会でもできるわけですよね。ただ、その時に何万人も何億人も仲間がいて、一人に仕事させても、情報をね、教わったとしても、その何千人何億人の人が停止して仕事してくれてるから回答してくれてるわけです。そのね、代表と同じでね、一人がテレパシーで仲間からね、聞いてね。これは学校の義務教育から大学の卒業までね、医者まで同じなんですね。ということで、医者の仕事でも難しい仕事になると、一人でね、卒業できてませんから、カンニングして卒業してますから、テレパシーでね。何千人も中退して、医者の仲間だったら停止しないとできないですね。だから量産ができないっていうことはあるんですね、頭に関してはね。だから非常にマニュアルを重視してね、治療なんかの方法とか手術とか厳しくしてるわけですね。で、他の仕事、社会の仕事においても同じでね、一人で覚えてる学問じゃないんで、難しいことはね、全部そうなんですね。だから、大勢で仕事しないといけないわけです。で、緊急なんかもそうですね、非常事態で、消防署なんかで、レスキュー隊なんか行っててやるっていうのもね、その場でテレビ出て、すごく救助ができて、こんな時だったら助かるなと思ったら大間違いなんですね。それは大勢で、一人の頭で、そのレンジャーたちの頭は、何万人もの、ね、バックにから情報をもらってね、知識をもらって、ね、相手の危険状況を探ってるわけですね。仲間から情報を得てですね。実際はそういうことできません。忙しいから、みんな。ね、ダブルに来ますでしょ。だから、ほとんど助かんないわけですね。何分以内に来るとかね、何分以内に危険状態をね、見極めて、ね、レスキューできるとかね、これはできません。人間が一人の脳として働かないですから、高度な動きはね、全部そうなってます。これにぜひ注意していただき、ただ、人間の言うことはそういうことだから聞かないということはいけないんです。団体で知能をつけてこっちにね、話してきてる場合は、私は一人でね、頭いいからね、どんどん話したり聞いたりできますけど、人間たちはできないけれども、団体では分かるんですからね。それに対しての問題、当然団体だろうと、一人がバカであろうと、代表で言ってる以上、バックは正しいことだったら、これは私もね、間違いもありますから、反省しますよね。これは最も重要なんですね。また、人間たちは力が強い、悪くても力が強い、私の方で力が大変だと、ね、上の知能の生物なんだけど、これ人間の、ね、知能の低い団体の勢力であると、これはやっぱり話聞かないとダメですね。うっかりすると殺されちゃいますから、力強いんですから。結集してるわけです。その時にね、連盟を送って仲間たち増やしてるわけですから。その時はいくら上の生物で私一人ですけれども、勝てるかって、そう簡単に勝てませんから、
ね、その時はしょうがないから取引するんでしょう。少し手数料かかったりとかね、取引ね、料金払うようにいたします。そういうことなんですね。で、知能ね、知能が上でも大事だし、聞かないといけないし、力は上だったらね、それはやっぱりその力の強い方をある程度聞かないといけないわけですね。やられない程度ね、ということなんですよ。だから危ないことしてかかってくるのも、これは非常に大勢で人間が来るんだけどもね、これはよく討論、話を聞かないといけないということですね。これを間違えちゃいけないですね。で、私若い時はしょっちゅうよく負けてましたから、人間団体にね。人間単独は頭パークリンなんだけど、団体の頭つけて攻めてくるわけですよ。で、あとまた正しい話もしたわけですけども、団体に勝てなかったこともあったんですね、知能でね、人間のね。一人はバカだけども代表になって行ってくるんだから。悔しいとは思うけどね、しょうがないでしょ。その話をちゃんと聞いて勉強してたわけです。だから、正しい話、いくら天皇の生物が言ったって正しい話であれば聞かないといけないわけです。ね、これが重要なことですね。あと悪いことで暴力だろうと団体で攻めてくるって、これこっちやられちゃいますからね。こっち勢力なければそれ取引で ね、こっち不利になるけども取引しないといけないわけですね。余分にお金払うとかしないといけないわけですよ。それはしょうがないですね。ね、ということですね。よくしっかりしていただきたいことは、このね、ルールは絶対守っていただきたい。怪我しないようにね、人間たちとね、他の生物でも言えることなんですけどね、力は強い、正しい話、いくら下であろうと、ね、正しい話を言ってれば、話はやっぱり聞かないといけません。ね。ということですね。どうも、半前陽先生でした。どうもありがとうございました。